俺の配信仲間が死んじゃったんだよ。<laughs> そんな明るく話す話じゃないんだけど。なんか明るくしてほしいっていう人だったんで。うん。そう、ちょっとお通夜に行っててね。まあ密葬で、ほんと、10人も満たないぐらい。あのー、数少ない人たちでね。あのーまあ、まだ明日が告別式があるんで、まだ見送ったというよりかは。 ま、顔を見てきたっていう感じなんですけどね。コロナではないね。コロナでじゃない。ガンだね。コロナじゃない。コロナだったら俺。なってないから、兄さんは。兄さんはなってないから。<laughs> コロナじゃないよ。そう。少ないね、密葬の中、まあ、あの、呼んでいただいたんで、ちょっと顔を見せに行ったんですけどね。うん。まあ、顔見ましたよ。うん。今にも、蘇りそうな。<laughs> てかまだ生きてるような顔つきだったな。 送り人の人たちもすごい仕事ですよね。ちゃんとお化粧してあげて。うん。本当になんか寝てるような感じでしたけどね。はい。まあ、え、力屋って誰とか力屋さんって誰、力屋兄さんって誰と思う人もいるんですけどあ、僕の数少ない配信の先輩みたいな。まあ僕より先に生放送してた人で、まあ今俺のコラボ配信とか、今俺がやってる外配信とかの、まあ基礎みたいなのを教えてくれた人かな。そう。あのー、まあ、 当時の俺とか23歳の頃でニコ生13年前始めた時なんだけども機材とか右も左もわからない配信の仕方わかんない外配信どうやってやっていいかわかんないって時になんかコラボ配信人と絡む時はこういう風にネタ考えた方がいいとか外配信する時とかは人が見えないところだけども準備ってちゃんと大事なんだよっていうのを教えてくれた人そうだから今でも準備枠みたいな俺開いてるじゃんなんかさちょっとした外配信でもそうだけどバッテリー用意してとかえカメラ用意してみたいなああいうのとかをやっぱり 準備ってすごい大事配信って一瞬で終わっちゃうけどその一瞬にかける気持ち配信好きな気持ちってのが準備に現れるとそう準備できねえやつは配信好きじゃねえぐらいうんやっぱ配信好きだったら準備できるよねって見てもらえるわけだからいろんな人にそんだけやっぱりね24時間の間時間かけていっぱい準備したりなんなら場合によってはね現地行ってリサーチしたりとか電波確認したりするみたいな、まあ、そういうような配信への姿勢みたいなものを まあ教えてくれた人なんですよ。で、僕は本当お金なくて、まあ東京の生主ハウスっていうところに、あの一時期3万円のね、ルームシェアのところで生活してる時に、あの、まあほぼほぼ入れ違いでね、まあ同じにちょっと住んでた時があって、そうそう。で、まあそういう時も少し絡みもあったし、ニコニコの公式放送とか、まあノリミりで一緒にやってるよか、まあミドルと一緒に、あの、ガジェットとかで配信したりとか、まあご実家に遊びに行かせてもらったりだとかっていうポイントポイントではね、 あのよく絡ましてもらったんですけどまあ,あのその人ががんで闘病してたんですけどまあ嫁よりも長く生きたんですけどねあのまあ引き取られてまあ今日ちょっとあの顔を見てきたというのでまあお通夜行ってきたんですけどうんまあ,あの本当近い配信者の人の中で亡くなってあえてお通夜に、えー、呼んでいただくっていうのは僕自身も初めてで、まあ、亡くなっている人はたくさんいるんですけど。 つや行くってのは初めてだったんでね。なんか、ああ、こういう感じなんだな、っていうのもあってね。うん。来るものがあるね。まあ、しこたま泣いてきたけどね。シコタしこたま泣いてきて、しこたま、早兵よみたいな感じで心の中で語りかけてたんですけど。まあね。あのー、残念なのはね、やっぱね、対等に配信論を話せる人がね、また一人ね、減ってしまったっていう。 そうなんですよ。やっぱあのー、なんか当時のあのに、なんかニコニコ生放送イズムっていうんですか、その、配信で飯を食う前とかお金とか一切ない。ほんと好きだから配信をしてる時の配信イズムみたいなのはみんな同じで、道は違えと配信の考えは同じなんですよ。まあそれをこう話せる人がまた一人減ってしまって寂しいなっていう。まあ生きてる人たちとかでも配信やめてった人も多いんで、現役でやってる人がまた一人っていう。 ところではなんか悲しいね。まあ、今でもツイキャスすごい楽しいし、そのツイキャスでコラボしてくれる人とかにも感謝もあるし、めちゃくちゃ楽しいんだけど、ちょっとこう楽しい感覚がちょっと違う。やっぱあのー、あのー、よくはしてくれるんだけど、よくしてくれる中にやっぱ気使われてるのもすごい感じてるし、俺は。やはり13年の長い、この俺の配信の、 歴史がやっぱ重くて、他の配信者との距離感じゃないけど、気使われてるし、やっぱノリさんだよね、みたいな感じだから、タイトル話せないことが多くて、だから、あのー、先日のノリミドもすごい楽しかったし、黒人さんとかね、うんこちゃんとか来てくれてみんなで、普通にたらおっさんたちがゲームするって楽しいし、まあ、リキュアもその一人で、まあ、あのー、普通にね、こう、腹割って話せる配信の話をできる人だったんで、まあ、非常に残念ですよ。うん。 ま,ますますノリラジやってて孤独を感じるっていう <laughs> 俺はねうん行くの早えなっていう感じはしますねうんあのー、まあ力也は生前ねあのかねてからやっぱ自分が死んだ時は配信してほしい配信してほしいって言ってたんですよその。 お葬式とかでもねまあ、だけど実際になるとやっぱなかなかできないですよね。あの理系は緑に言ってたんですよね。配信してくださいっていう。だけどやっぱりご家族のね遺族の方とかのこと考えるとやっぱ配信ボタン押せないからね。あのー、やっぱ締めっぽくなっちゃうんだよね。だから俺はそれを見てねあのー、ここね聞い取ってほしいんだけどもしあの俺が行った時はねもう絶対配信してほしい。だから俺はあのー 一人で頑張っていく。うん。やっぱ、一人って最強だなって思うね。一人だと、心配かける人もいないし。まあ、親が生きてる間は生きますけどね。親が生きてる間は生きるし、親が死ぬじより先で死に死んじゃうまずいんで、それは生きますけど、まあ、その後だったら俺の自由じゃないですか。だから、誰かやってくれっていう、うん、って感じだよね。誰もみんな気使わないと思うから、そう。 っていう感じはね、すごい受けたね。うん。そのためには俺はやっぱ一人で頑張っていかなきゃいけないなっていう。うん。誰かと結婚したり家族作っちゃうとね、いろいろ心配かけちゃうから。うん。メンタルがなかなかきついですけどね。まずは痩せろ。まあ、かといって別になんか健康どうこうじゃん。俺は俺の人生の中でやりたいようにやって、 あの、生きて死んでいきたいから、まあ、力は見てても思うけど、うんー、まあ、最近だと、小泉進次郎とかいろんな嫌なニュースもありますけど、それでもやっぱ自分にとってやりたいこととか表現したいことは負けたくないね。うん。別にヘズマリオドリって言われてもいいんです。別に俺がやりたかったらそれでいいんです。自分がやりたいから生放送してる。 見てる人もあってたけど、見てる人のためだけにやってるのが配信者ではないです。配信者は自分の生き様ややりたいことを小さなメディアとして自分の配信のカメラに通して表現することが配信者としての生き方です。ね、見てる人に気を使いすぎてしまったりだとか、そんなことに、あの、気持ち寄せて自分のやりたいことがやれなくなったら配信者として生きる意味がないので、誰に何を言われても、これリキア見てて思ったけど、リキアが先に行っちゃったから余計気持ちが固くなったね。俺は俺のやりたいことやるよ。うん、別に。 何と言われようとも。俺がやりたかったんだから。その代わり、ご批判も仕方がないと思う。自分がやりたいことをやった結果、楽しんでくれる人もいれば、批判する人もいると思う。まあ、それは仕方がないことで、批判するなっていうわけじゃないけど、批判されても、やりたいものはやりたい。うん。じゃないと、やっぱ配信者っていう聞き方してて、なんか面白くないしつまんないもんね。うん。なんかそれはなんかリケアの顔を見て、今日見て、リケアの分、まあ、リケアの分っつったら、やっぱ、リケア兄さんは、 俺と全然違う人でセンスもすごいあるし、天才って言われた人なんで、まあちょっと、そこまでは言えないけど、だけど先に行っちゃった分ね、俺もすげー配信好きなんで、1分1秒やりたいなとは思ったね。うん。すげえ人なんだよ。自分で放送もやるし、絵も描くし、歌うまいし音楽やるし、動画作るし、映画めちゃめちゃ見てて映画評論家やるし、なんかね、多彩な人だったんだよ、マルチで。 そう。あのー、まあ、異常なぐらいだね。うん。企画力もそうだしね。まあ、脳、脳がどうなってんのかなっていうぐらい。そう。なんか芸人みたいな人でもあるんだよね。うん。なんかすごい配信のこと考えてた。ただただだラらだらやっててもしょうがないでしょって。面白いことしなきゃ意味ないでしょって。そう。まあ、あだからやっぱり企画の大切さとか企画配信でどうやるんだっていうのも勉強になったし。 あの、驚いたのが、まあ、今日はご家族の方とかね、ご遺族の方、まあ、ちょっとお話しさせてもらったんだけど、あのー、俺全然気づいてなくて、俺のオプレクの願い心にね、コメント書きに来てたんですよ、生前。そう、びっくりして、何にも言ってなかったから、俺ちょこちょこ DM でやりとりはしてたんだけど、兄さんと。俺はオプレクで、あのー、コメント書いてたり、見に来たりとかしてたっていう。こっそりね。 でなななんんんでオプレクロニー配信かか見てんのかなって,思ってんのっっ思そしたら今日ちょっとお話しさせてもらってさいろいろさなんかまああのいろいろ整理するじゃないですか遺品をねうんその時にあのまあノートが出てきてであのまあそのノートにねあの俺の配信のこと書いてたんだってやっぱあの人すごい配信好きだから機材とかもすごい好きだからあのノリラジから勉強しようと。 どういう機材を石川が使ってんだとか、どういう風に配信してんだっていうのを勉強してたんだって、まだ。まだ勉強してたっていう。どんだけ配信好きなんだって。まだ、あ、だからまだ元気になって配信するつもりだったんですよ。だから、俺は、キュアに色々配信を教えてもらったのに、その、俺からさらにまたまた学ぼうとするわけですよ。ええー、って話で。んで、最後まで使ってた機材とか俺と同じアンカーだったんですよ。そう。 で、俺と同じ数持ってんすよ。3本とかね。こんなにいらないのにね。何万アンペアも使わないんですけど。まあ、俺も、やっぱ、結構心配性だから、いっぱい機材持ってないと落ち着かないから予備とか持ってんじゃん。まあ、そこも真似していっぱい機材用意したりとかっていう。まあ、それをね、ずっと、こう、最後最後までそうやって配信に対する思いが強くてね。うーん。ああ、やっぱ最後まで俺と同じだなと思って考えが。うーん。 やっぱ一流の考え持ってるなぁと思ってまあそういう人って配信から減っちゃったから別に放送とかで言うわけでもないこっそりと人の配信見てこっそりと「あこれやったら自分の配信も良くなるわ」って言って「教えて」とかも言わないんだ、ね、よ。うんこっそり見てメモってってそんなことできる人今どんだけいるんだっていう話ですよ。うんいやすげえなと思ってさ。うん いやでもね、俺が死んだら石ぶつけてほしいね。<laughs> いや、湿っぽいのは嫌だわ。きついわ。もう、俺が死んだ時はもうあのー、もう石ぶつけてほしいね。うん。もうお、俺の周りにも全部機材入れて。うん。機材、機材。もう大事なロジクールのカメラとか魚眼レンズ両サイドでミッキーみたいにして、先に言っとくよ、ここに、ここにレンズ2個置いてミ,ミッキーみたいにして。俺ディズニーランド好きだから。 そう。<laughs> で、ここに、ここにアイフォンアイフォンとアイフォンのサブ機みたいな。あの、全部一応載せといて。そう。金玉の下は、あの、パチンコ玉置いといて。ね手、両手には、あの、スロットのメダル。うん。で、あと、ここに、あの、なんだろう。うあの、なんか、グラグラビアイドルの写真集とか。な <laughs> んかよく、欲、欲まんまんで詰めといて。あっちに持っていけるように。欲まんまで、俺あっちでもやるから。 あっちでもやるから、ちゃんと俺が、あの、煩悩と欲で満たされるように、あっちでも。もう俺の大好きなものを詰め込んどいてもらいたい。うん。燃やせない。燃やせなかったら、もう埋めといて。埋めといて、どっかに。だ、燃やすときは出して、どっかに、どっかに埋めといて、マジで。うん。じゃないと向こうでやれないからさ。絶対入れといて、マジで。う、は、ん、あ。まあでも寂しいな。うん。いや、俺会えなかったもんな。なんかよ、なんか。 うんそ友達とかとかじゃないんだよな。なんか仲間みたいな配信の、そう、慣れ合いとかじゃない。うんなんか配信の話はするけど、プライベートの話一切しないしさ。だからリアルで会っちゃったらさ、なんかいろんな、なんか、あの、めんどくさいことが頭の中に出てきちゃって、その、なんか、 どうしていいか分かんなくなるから、もうずっと配信で見てたいみたいな。で、しかも、弱ってきたら余計そうしたいっていうのが強くて、大木とかとかも結構声めちゃくちゃ俺にかけてくれたんだけど、なんか、顔見せられなくて、で、兄さんとかだから Twitter の DM でやり取りしてて、で、放送も生では一回も見なかったっす。うん。あのー、癌になったって聞いてから、もう全部録画でしか見てない。うん。一度も見なかったっす、生放送は。 そう。な、ま、ん、あ、か、俺はそれを突き通しちゃったね。まあ、まあ、俺の勝手かもしれないけど。うん。いやー、できなかったな分わかってるよ、生きてる間に見ないと意味ないっていう。なんか、見れないんだよ、なんか。それはでも、きっと別に、力だけじゃなくて、他の人が体を壊しても同じことになっちゃうと思う、俺は。うん。だから、生きててほしい。そう。無理。DM のやりとり。いや、俺が、あの、コロナになった時に大丈夫ってくれて。 あの、体に気をつけてねって言うから、お前がな、みたいな。<laughs> そんなようなやりとりですよ。俺はこうやってティ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 ってなってるときにくれて、大丈夫みたいな言うから、いや、兄さんの方でしょっていう。だからそんなようなとか、うんん。<laughs> そういうやりとりですよ。うん、普通に。そうそうそう。別にそんなか思い内容はない。うん。俺の配信イズムの中に一部入ってる人なんで、まあもちろん、ほの緑とか沖とかもそうなんだけど、 まあ俺なんか当時あの外配信ゴミって言われてたんで、まあ今俺の外配信好きなノリ散歩好きだって言ってくれる人いっぱいいるじゃん。俺ニコ生の20の時にね、20代の時にニコ生やってる時に石川の外配信外れ枠って言われたんだよ。もういつやっても何回やっても面白くない。ゴミみたいな放送だと。それはね、理系のせいなんだよ。あんな面白いことやられたらね、こっちゴミ扱いなんよ。被りたくもないし外配信。 緑とも外配信被りたくない。あいつらが面白いことやるから、俺なんか外れ枠って言われて、ゴミ枠って言われて、全然リスナー流れてこないんだよ。ほんとさ、迷惑な。そう。ふざけんじゃねえよって話でさ、ほんとまあ、当時信長だったんだけど、信長の外配信ゴミねえよな、ゴミねえよなって、お前は嵐だけやっときゃいいよって言われて、何クソーと思って。ほんで、まあ、一生懸命俺も見て、直接話したりとかして。 いろいろ勉強させてもらったっていうのがあって今に通じてるかなやっぱうんでも今でもつまらんって言われるんだけどうんそうそうまあいろいろ勉強になったうん信長時代っていうね這い上がったかっていうそうでも這い上がっても這い上がっても先行くんですよ配信のセンスが一生追いつけない うん、やっと、俺がテレビに見切れたわ、と思ったら、向こうテレビに出演してるしね。はぁって話で。俺やっと見切れて、やっと人笑い取って、よっしゃーと思ったら、レキュアニーサパッと見たらテレビ出てて、なんか、綿菓子売ってんだよ。あ、どうも、綿菓子がふわりですとか言って、はぁみたいな話になって、何やったんじゃーと思ってさ、そう。で、俺、ニコニコ超会議に呼ばれて、そう。 やっとゲストで出たぜとか言って、調子だって配信してたら、パッと力量にさ、あの、岡村隆史と絡んでさ、キスさせてくださいとか言ってさ、普通にめちゃいけみたいな、いやワンカットで出てんですよ。はぁみたいな。なんか言っても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 センスが追いつかないっていう。うーん。か、と思ってたんですけどね。結局最後まで追いつかんかったわ。そう。だって死ぬまで配信するんだもん。うん。<laughs> あんなさ、どんどん痩せてってさ、自分自身がしんどいのにそれでもあの、なんだろう、う画面の向こうの人楽しみませようと思って枠を開けれるってやばいよ。できねえよ。普通いろいろ心配になるじゃん。死が迫ってるんだぜ。宣告されるんだぜ。いついつあなた死にますって言われてんだよ。限られた時間の中で、自分のこと以上に家族や、しかも見たこともない、画面の向こうの人のために枠を開けれるって、 ほらできないよできない俺の精神力だったらできないもんだってうーん最後まで先行かれたよまあ大木とかと今日も喋ってたんだけどまあ俺は直接会ってないからさ後からしか聞いてないんだけどさ闘病中もなんかずっとあの独り言と喋ってたんだってうーん で何の一人ごとかっていうともう配信に取りつかれてんだよ闘病しながらも何の一人ごとか,か誰かと喋ってるわけじゃない配信してる気になっちゃってる誰もいないのなのに配信ボタン押してる気になって見えないコメントに話しかけてるんですよそうブツ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 ,ブツ,ブツそう枠ついてると思って無意識がそうなっちゃってるんですよいや実際ついてないんだよ うん、配信ボタンなんかも押せないので、ね、もうブツ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 そうでもあんなにすげえ配信好きな人が今ここに映ってないからやっぱ幽霊はいねえんだな自分のこと言われたら絶対出てくるもんだってあの俺がさ病気でさ家で寝込んだ時にさ煉犬がさ当時家近かったからさあの,のりゆきに差し入れ持ってこうかなって言ってさ ま、俺とリキが配信甘辛ま,まなくなったのがさ、俺がめっちゃ寝込んだ時に、何やったかな、返答戦かなんかでやらかした時に、あの、リキが差し入れ持ってくよみたいな食べ物持っていくよ食べれないでしょうって言って、あの、来ようとしたのに、お前らが石川に甘やかすんじゃないと。 差しで持ってったら甘い菓子だからみたいな。固まればいいんだよ、こんなだは、みたいな感じで。当時俺が寝込んでる俺に、お前らが来たり来たりコメントをそうやって書いたんだよ。だから、乗り味は今でもこうやって厳しいんだっ、つって、本人めっちゃ気にして来なくなったんだからね。マジで。あの時に持ってこうとしてくれたんだよ。 食べ物を、飲み物を、だけどコメント書いたら、リッキーが甘やかすなとか言うから、本人めちゃくちゃ傷ついたんだから、あの人0か100しかない男だから、えダメなのみたいな感じになって。そう、あの人めっちゃ優しい人だから、そう、<laughs> そう、甘えだから、豚に刺しれば甘えだからっ、つって。うん。いや、でもあのー、まあもうこ、こういうおつやってるのは俺も人生でも初めてなぐらいだから、 呼ばれたりしないからさ、こんなんせに人生だから友達いないし、誰が生きてて誰が死んでんのかわかんないからさ、妹の結婚式にも呼ばれない男なんで、まあ、呼んでいただくってことないんですけど、まあ、あの、兄さん聞いてるかなうんあ、あんたが亡くなったからね、初めてググったよ。うん、お通夜の霊式というか、作法を、ね o グーグルで、どうしたらいいのかで、ね つや振る舞い。そう。ねあのー、まあ、本人言っていいって言ったから言うけど、まあ、あの、ゴロリさん来とったやゴロリがね。そう。まあ、あの、歴矢党の中も、あの、深かったんで、ゴロリも来てたんですけど、正面に俺が座ってて。そういうわけてさ、どの辺から楽しい話をしていいか分からなくて、まあ、やっぱり、しんみりするじゃん、そりゃ。ね忍ぶ最初はしんみりするじゃん。だけど、やっぱ、あのー、まあ、力矢自身も、 明るくしてくれって言ってたし、で、やっぱそういえば楽しい話というか、まあね、しても、した方がいいじゃん。過去こういうことあったらどうだったらいいみたいな。だけど、やっぱみんなここで落ち込んでるわけですよ。だからどこでどうしてかわかんなくて、あの、困ってたんだけど、俺もガン泣きした後でどうしようかなって。ご飯食べていいのかなどうしようかなって。そしたら、もう一番最初ね、俺が笑っちゃって、ブーみたいな。で、お前、こは不機身なっ話じゃん。でも違うんですよ。 何と笑ったかっていうと、目の前にゴロリが座ってたんだけど、ゴロリ持ち込んでて、で、目の前にご飯があるんですけど、その、めちゃくちゃデブだから、あの人。お茶碗っていうか、お膳がさ、むっちゃちっちゃくて、マジで、コンクールの茶碗蒸しぐらいのサイズで、こうやって米食ってんだよ。で、すげえちっちゃいの。で、すげえちっちゃくて、食うんだけど、みんな落ち込んでるから、あの、 食えなくて、ね、俺ら、そう食べてんだけど、顔ねっかいのに口ちっちゃいの、あの人。ほんで、お前もちっちゃいの。だから。 この辺にさ、米当てててさ、全然食えねえんだよ。なんかプロ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 ってしてて、<laughs> ここら辺に米当ててめっちゃ漬けてんだよ。ん <laughs> さ、ポロ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 しててさ、いや、だからさ、米ぐらいちゃんと食ってやろって。俺そイムの前で見てて、俺天ぷら食ってたんだって浮き出しちゃって、俺が食ってたエビの一けがプンって飛んで、 ゴロリのエビのおせに、ポンって乗っちゃったんだよ。ほんで、それで、おやらかしたと思って、俺、気を入れて出て、違うんです、違うんですみ、言ったもう利キャラキャラしてすいません、すいませんってなってて、んで、なんか、人笑いになってしまったっていう、そう、いや、そんなことだって、やっちまったな、俺、と思ってさ、そう。で、ほんで、いや、もうデブなんで、やばとかいデブなんですいません、みたいな。そう。 いい話だっていう。ま、あその辺からなんかちょっとこう、砕けて少し話はしましたけどね。うん。それまでピチッとしててさ、ちゃんと例文字でさ、こうやってやってさ、あの、しっかりやったのにさ、あの、食い物吹き出したらまずいなと思って、で、あの、デザ、デザート出るじゃないですか。デザートが出るんですよ。あの、あんみつだったり、ケーキだったりっていうのが出るんですけど、 あのー、まあ、なかなか、など,んどん取らないでしょ、みんな。まあ、なんか笑顔で喋ってはいるけど、やっぱりね、いろいろまだね、今日の今日ってところで。なんかさ、あの、残るんですよね、デザートが。そう。で、あの、残ったデザートを、俺体すごいでかいし、食べる早いから、石川さんこれ良かったら、とか言って、回されるんだよ。で、やつ、俺、 糖尿病なんですけど、と思って。思うけど、でも、すいません、糖尿病なんでって断れないから <laughs>、もう手震わせながら、ケーキを何人前分も食べてて、俺まで連れてかれるちょっと待ってよって、俺何て言ってか分かんなくて、俺これ全部食べんのと思ってね、俺、血糖値が上がりでで、そう、ちょっとだんだん回ってきてさ、血糖値がね俺こうなってたら、周りが、のりちゃん大丈夫って言いや違う、そっちの大丈夫じゃないそっちの大丈夫じゃなくて、 デザートねっていう話で、そう。だから、この野郎、力やと思って、こんなところまで笑かしやがって、この野郎と思いながら、ま、忍びましたけど、兄さんにやられると思って、狙われてんのかな俺と思ってさ、こんの野郎と思ってさ、仕掛けたなと思って、うん。いや <laughs>、どんどん来るんだもんなんて。しかもさ、みんな気使うからさ、 まあ、あの俺、俺、俺、お茶すごい飲むじゃん。すごい飲むんだけどさ、自分で自分のお茶つげないから、まあ、入れてくれるんだけど、こうやってもらうんだけど、永遠に、永遠に入れてくるしね。大きいやゴロリや緑とかがさ、永遠に入れてくるんだよ。これしか、これお茶お茶お茶と。いやあ、ありがとうございます。く <laughs> そしたら。 おのりちゃん、おちゃ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 。妖怪のどかわき発動。何本飲んだんだ、俺、みたいな。しかも、俺の席が一番トイレから遠くて、うん、トイレに立てる雰囲気じゃないんですよ。そう、み、みんな前で、俺、俺、こっち側だったんですよ。壁寄りで、みんな前で、みんなトイレ行くんだけど、俺、立てなくて、うどうしようかな、みたいな。そう。<laughs> 本当に。そう。いや、んかなんか、ちょっと、俺立つと目立つから、ちょっと我慢してたんですよ。うん、我慢してた。 うん。どうにもならねって。足しびれちゃろうのかって。そう。んでさ、あの、まあ、あのご遺族の方とお話しさせてもらう時も、みたいな。あの、ね。あの、奥さんも、あのお母様も、まあ,あの知ってくださってましてね。て話した時もって。で、あの、ま力、あ、也とはどうだったんですかっていう話になったんで。で、話すんだけど、話す話が、 俺とリキアの話って言うともう、お母様にはとてもとても話せるような内容ではなくて、一つは、あの、13年前にあの、ご実家の方にお邪魔させていただいて、えー、リキアと一緒にお風呂を入ってパンツを交換したという、<laughs> そんな、その話から来るわけよ。で、あの、そうです。あの、お母様覚えてらっしゃるかわからないんですけど、あの、13年前に言ってて、で、話だって、そしたら、 あの、その時はですね、あの、お母様に結構お叱りをいただきまして、つっ,って、そう、<laughs> 申し訳ないですって言ったら、覚えてますよ、みたいな。そう、えー、似てやとはパンツの交換を <laughs> しまして、つっ,って、あそうですね、みたいな話して、お母様すごい綺麗でね、うん、話ししてさ、そう、で、じゃあその他はってなって、で、奥さんね、うすこちゃんとも話してて、周りとも話してて、もう俺と力屋つったら、って。 あの、カムフォーっていう、当時、エロサイトがあって、そのエロサイトで、あの、どっちがおちんちんを出して盛り上がるかっていう、なんかそんな配信をしてたんですよ。かカムフォーのキングを争ってる時があって、で、俺もすごいおちんちんがちっちゃいんだけど、力也もすごいおちんちんがちっちゃくて、お互いテープでドリチンなんですよ。ドリチンってのは、ドリルチンポって言って、ドリルの先っちょみたいなすげえちっちゃいチンコのことをドリチンって言うんだけど、二人ともドリチンで、 二人で、カンフォーでお人んじを出して、どっちが盛り上がるかってなってたよね。力屋が一番取ったら俺もやって、で、こうやってやって、みたいな。結局最後、兄さんに、ドリチンを掃除機で吸われる配信されて負けたんだけど、俺は。そう。<laughs> あの、なんか外国人の前で、ね、ほんでバーンってやって、掃除機でドリチンをブーってやる。まあ、ごめんね。赤松これ変な話じゃないからね。しこってるわけじゃないか。そう。 それをやられて結局これ負けて、外人がすげえ盛り上がったっていう。で、二人でこうやって配信競い合ってて、コメントで外国人が、オースモールって言って、もう弾幕書かれて、なんか外国人の人やっぱりビッグなのが見たがるから、二人ともチンコちっちゃくてよく見えないから、当時のサイトって画質悪いからね、映ってるのかどうかわからない。毛の中に紛れ込んでるんですよ。今見たらこういう追加す麗な配信じゃないから、ものすごい画質が悪いから、もう毛と玉でもうよくわかんなくて、そう、見えなくて、外国人が打ち込んだコメントがオースモール っていうそう、そんな状態の中で配信してて、なんかでもこんな話していいのかなみたいな。そう、そういうなんか指とか体張ることがすごい多かったなーっていうの、ね、で、ね、そんな話したら、まあまあまあ、こういう場でね、ちんこの話は、まあ、よしとしましょうかなんていうふうに言ってて、うん、いろいろ話してたんだけど、今ではそういうのがなかなかできないんだけどさ、そう、いいお通夜や,やったなっていう。うん わたくしはいつまでもやります。よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。Thank you!